怪しいですか。あ、でもまあ大丈夫か。あ、前組上行けば大丈夫。振動峠。振動峠。今あ、今来るって間に合わないでしょ。間に合わないですか。あ、あれだ、山中湖も見えなくなっちゃってる、また。あら。いや、今日ダメな日だな。今日はこれ。だから川口湖は見えてる、唯一。だから今最後ラスト北側だけパターンでさ、そう、ね、着いたら激震す、北側も見えなく最後になって終わるっていう。でも上の方が抜けてるんだ。だから多分山、あの南アルプスはいいと思います。国士、国士とかね、こっからどのぐらいになりますか ね、 ね、やっぱこっちも雲海相当上がってるもんね。うん、うん、あ、これうんこが、やべえ、踏んじゃっすげえ、なんかやべえ、踏んじゃ、やべえ、なんかさっきからすごいくせえなと思ったんですけど、え、これ踏んでんのかな、え、やばいな、なんか俺踏んで、思ってるよ、え、踏んでる、え、やばい、うわ、やばい、踏んでるっぽい、これこんなとこに、え、でも人間なんこだろ、これえ、やばい、やばい、超くさい、え、これ、え、踏んでる、いや、それ、それ、それはうんこだと思う、それうんこですね、明らかに匂いが違った、それうんこですね、人間だよね、しかもそれ、人間ですか、これ人間はやばくないですか、さすがに人間やばいっすよね、ここで、なんか俺、くせえな、くせえな、どうせな、いや、なんか僕もさっきから、まあ、朝霧なんで、普通に風で流れてきてるやつかなと思ったんですけど、え、これうんこっすね、これ、あ、くせえわ、もうほんとくせえわ、超くっさ、あ、あ、ここも、これもあります、そうだよね、その時だよね、何が、俺はケン君とまだ会ってない時に、うん、安倍峠昔さ、変、あの、ちょっと一時期あって、その時にいた子で、そうやく思い出した、あ、くせ、くせ、なんか、くせ、くせ、くせ、お、マジ、井の頭でうんこしたやつ、マジ、ほんとに、ふざけんなよ、車の中に入るのが怖い、え、やばい、入ってて怖い、やばいよこれ、これ怖いわ、なん、え、なんかこれ、あ、これ違うか、それは、それは枯れ葉で、枯れ葉ですよね、やばい、やばい、え、なんだこれ、なんかマジで本当帰りたくなってえ、何これ、車の中、うんこは、今日なんすかね、うんこ踏みに来た感じになってますよねやば、いや、めちゃくちゃ臭かったんすよ、さっきから君らが踏んだことによって、何かが俺、うんちょっつったもん、だって完全に、でも僕はもう朝霧の匂いかなと思ってたんですけどうんこだったんすねうわ、最悪だ、はい、向こう